バットフィッシュはアメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン旧原子力潜水艦の32番艦。艦名は赤靴やセミホーボー、A など腹器が広い複数の魚の故障であるバットフィッシュにちなむ。その名を持つ艦としてはバラオー旧潜水艦26番艦以来2隻目。バットフィッシュの建造は百六十八年六月十五日にコネチカット州クロトンの ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート社に発注される。1970年2月9日に寄港し、1971年10月9日にアーサー・アール・グラーラ夫人によって命名、浸水し、1972年9月1日に、艦長リチャード・イエンケボル中佐の指揮下収益した。1973年1月22日、バットフィッシュは、 サウスカロライナ州チャールストンで座礁した。タグボートによって牽引され、港に帰還した後後半に損傷した官邸部の修理が行われた。1978年3月2日、トーマス・エヴァンズ艦長指揮下のバッドフィッシュはチャールストンを出港し、イブニングスター作戦と知られる77日間の紹介に向かった。3月17日に、 北極圏から200マイルのノルウェー海北端部でソ連海軍のヤンキー2級原子力潜水艦を探知する。バットフィッシュはソ連艦の追跡をはじめどのような活動を行ったかの重要な情報を収集した。続く50日間にわたってソ連艦はバットフィッシュを探知せず、バットフィッシュがソ連艦を見失ったのは二度のみであった。一度はひどい嵐の中であり、 もう一度は、漁船団が水上を通過した時であった。二度とも、ソ連艦は、すぐ再発見できた。ソ連側は、ジョン・アン・ソニー・ウォーカーが情報を提供するまで、バッドフィッシュがソ連艦を追跡していたことに気づかなかった。バッドフィッシュは1994年9月まで、チャールストーンを母校として活動し、その後コネチカット州クロトンに移動。 退役まで同行を拠点として活動した。バットフィッシュは1999年3月17日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、2002年11月22日に作業は完了した。ありがとうございます。